買い物学2位のやつをおごりショッピング。はい、ということで、はい、前回もね、東京行った時にやったんですよ、こちらの企画を、はい、古着のバージョンでやったんですけど、はい、今回は、マクド、ドンキで最後古着、はい、で勝負していこうと。なるほど。で、企画の説明なんですけども、うん、3人で最低金額と、まあ、最高金額を決めまして、うん、まあ、例えば5000円と1万円、はいはい、でこの間で、ショッピングをいたしまして、うん、買い物額が2位のやつがおごってもらえるという、はい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 、で他は自腹になっちゃうという、うん、ことをやっていこうと思うんですけども、ちょっとね、はい、前回、アツヤが全部買ったんちゃうか。せや、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 せや。そうやったっけ？そうや。全部2位で全部服買ってたやん。あー、確かにそうやったな。そうやで。勝ちすぎて全然覚えてへんわ。うわ、最悪。俺全部覚えてる。全部覚えてる。いや、もう今回は、ほんまや。もうすごいことするで。ほんまに。じゃ、君らね、分かってないんよ。え？もともと負ける人間なんよ。ちょっとそれは思ってた。うん。なんかこいつ買ってない？めっちゃ。大富豪とかさ。うん。あ、はい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 。この間、ババ抜きもそうやしさ。そうやな。うん、なんかすごいよ。まあだから俺たちが本気出したらっていう。うん。完全に。ほんまに、なんか人生で持ってるやつおるやん。おる。俺カジノ行ったことあんねんけど、うん、ほんまに持ってるやつっておんねん。どういうこと？で、カジノで、うん、で、絶対負けへんやつとかおんねん。もうそれなんや、俺。なるほどな。勝たれへんのよ。ああ、まあ2位似合うからな、お前な。え、何何何何が何が聞いてた。チャナは何もせんでいいよ、いつも通り。いや、ごめんやけど、ごめんやけど何もしません。せえ、何もしやすいせえよお前。俺はでも今日はほんまに勝つ。マジでお金ないんよ。マジでお金ないんよ。お前すごそうやな。うん、なんか俺あの宝くじ、買ってもらったやん、うん、結構夢に出てきたよ。お前の妬みとかなんか、妬みとか全部。早速、マクド、はい、やっていこうと思います、1店舗目。それではいきますよ、せーの。笑う角には福来たる。はい、ということで、はい、マクドなんですけども、はい、最高金額だけ決めました。はい、1000円。1000円やな、うん、うん、この1000円の間で、うん、正直ここは自信あるな。あ、そう。うん、だってお前らもう食ってたやん、飯今コンビニで食ってる。うん、うん、もうそういうとこ見てるから俺。いや、まあ、うん、それは全員見てるからか。いやいや、俺が何食ったかとか分かってないやろ今。え、なんか食ってた。食ってた。いや、ほら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 、こういうとこ、こういうとこ。早くの駆け引き、駆け引き、お前店の。うん、そこでの嘘は全然ちゃうからな。じゃあ、え、どういうこと。え、どういうこと、どういうこと。何が嘘つくのは違うで。え、と人として友達として今言ってるけど、うん、ごめん。嘘ついた。嘘ついた。何も食べてない。何も食べてない。何も食べてない。内緒。結構でもお腹いっぱいやな。でも俺はお腹いっぱいとか考えてないな今。ああ、そんなんなしに。どうせ後で食べれるやろっていう。はいはいはい。冷めてもマクド美味しいやん。そうやな。はい、ということで、はい、着きましたけども、うん、じゃ早速買いに行きます。いいんちゃう。ということで早速マクド行ってきます。せーの、チョリチョリ。はい、帰ってきましたー。せいせい。あ、出た。俺が行くか。誰からでもいいねんけどな。誰から行っても一緒やから、うん、いいねんけどな、うん、そんな。僕はですね、はい、金額を言います。おお、合計金額、はい、300円です。なるほど。はいはいはい、はい、エグチバーガーの単品と、うん、コーラです。はいはいはい。で300円。はいはいはい。ですね。なるほど、ね、なるほどね。はいはい。まあ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 。なるほどな、うん、はいはい。チキったな。ほんまチキってるよね。なんかな。よかった。よかった。ほんまに勝ちに来てるんかどうか知らんけどさ、うん、そのビビるんやったら勝負しに来やんといてほしいな。何がやねん。そうよな。何がやねん。よかったわ。早出せや、ええから。はい、俺は、うん、440円です。あー、はい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 。チキンナゲットと、うん、チーズバーガーと、で、コーラゼロ S。コーラ S。なるほど。買った金額ですね。なるほど。はい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 。なるほどねー。まあ、チャナが全部分かってると思うんですけど。うん、よし。僕の、はい、金額、
580円です。もうほんまになんなんなんでなんこれ、なんでなんほんまに分かってないやん、ほんまえ、ほんまに考えて行動してないやん。はい、レシート出して、とりあえずレシート出して自分が。これ経費で落ちますね。これ経費で落ちる。うわーもうなんで580円も行くの。絶対お前絶対ちゃう、絶対お前絶対ちゃうよ。じゃあまあ敦也が2位ということで、自腹回避ということですね。なんでマジでお前ばっかやな。まあここで油断させる作戦って言ってね。ああね、安いうちにね。安いうちに。じゃあ続いては、ドン・キホーテです。なるほどね。これまたむずいな。むずいよ。何買おうかな。そこやな。なんもないねんな、ドン・キって。まあでも上限は上げた方がいいわな。絶対やろな。いや、上限っていうか、下を決めようか。決めた方がいい。次はな。両方行った方がいいな。じゃあ3号にしようか。そうしようか。3000円が最低ライン、で5000円が最高ライン。うわ、いいんじゃない。じゃあそれでいきましょうか。オッケー、せーの、ちょいちょい。え、何買おう。ガチで何買う。まあでも言っても俺はもうそろそろ始まりますので、一人暮らし同棲が。あ、はいはいはい。まあいろいろ買うもんあんのよ。上限なくしたのか。え、なんで。え、なんで俺に上限つける意味はなんなんやろ。ほんま、日和ってるって判断していいかな。一回やってみる。全然いいよ。ドンキでじゃあ上限なしな。3000円はだから最低ラインとして。じゃあ最低5000円にする。なんなんめっちゃビビってる顔みたいね。上限はどうする。全然俺なしにしろよ。ほんならなしでいこうか。じゃあ最低5の最低5000円でいく。全然いいよ。オッケー。次の試合も持てるか。最低5って言った。最低5って俺言ってるよ。ああ、オッケーオッケー。無理やったらほんま謝ってええんやで。何が無理やったら、すいません、最低を3000円で上限5000円にしてください、よろしくお願いしますって言っていいんやで。もうここってよ、だいぶ変わってくるで、お前のそのお財布事情は。お前こっから同棲でめっちゃ金いるやん。うん、いや、いいけどな、それはそれで任すけど。89やもう。しゃべれや。すいません。なんですか。すいません。どうしたんですか。3000円でお願いします。すいません、ほんまに最低。ナチュラはいつまでも。はい、到着しました。はい、ということで、最低が3000円、で最高額は限度なしということで。はい、よし。なんか一応どんなやつ買おうかなみたいな、寝坊しだけでもな、お話ししときますか。見て決めたいところではあるよな。ある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 。チャナはなんなん、そのなんか同棲するにあたって欲しいものみたいな。いや、いろいろあるやろ、その洗剤とか。ああ、そういうこと。うん、全然だからいけるんよ。めっちゃいけるやん。めっちゃいけんねん。めっちゃいけるだけ。はいけるだけやん、めっちゃ。行きはしやんってこと。行くかどうかな、分かる。とか元気やから。そうやな。あれはあのエアポッズ系。エアポッズ系。うん、売ってへんやろ。いやいやいや、ドンキ売ってないん。売ってるんじゃん。何買わせようとしてる。エアポッズ系って。あのヘッドホン、エアポッズヘッドホン好きそうやん、お前。あれ5万ぐらいするやつじゃん。下手すぎる。誘導が。ちょっと中見て決めていくっていう形に、そうしよう、していこうと思います。それではいきますよ、せーの、チョイチョイ。あー、帰ってきました。いやー、もう重い。モンハンの卵運んでるみたいになってましたけど。なってた。大丈夫ですか。かなり大きな買い物を2人ともしてますね。まあね、逆に少ないな、お前。もうこれだけですから。はぁ。じゃあもう俺からさっき発表したから、ちょっとどっちからか。俺2番目行きたいです。ああ、一番楽しい。じゃあ、なるほど。俺3番目行くわ。オッケー、1番目の俺行くわ。オッケー。僕の購入金額は、おい、4382円です。
俺が。なるほど。うん。まあ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 、まあ、お前はそんぐらいやろうなと思ってました。うん、敦也がなんか車出る前になんか、うん、いや5000円までしとこうかなって言ってたんで、はいはいはい、まあまあ4000円台乗っとけば俺はいけるかなと思って。いい感じに。はいはい、なるほど、完璧。いや、なんやねん。いやいやいや、お前言ってみろよ。なんでそんな敦也の言うことを信じてんの。これ分かれへんけど、お前が、うん、こいつがまともなこと言ったためしないやん。いや、こういう掛け事において。確かに。あ、だからどっちかやなと思ったよ俺は。ほう、もうめっちゃ下らへん、うん、で来るか、もうだいぶ攻めてくるか。はい、僕の購入金額、うん、はい、5942円です。おー、これであつやが6000円台はいってるなと思ったんよ。はい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 、これいい感じで中間狙いんじゃないかな。ガチで頼む、ガチで頼む。さあ、ほんまにガチで頼む。何倍やったっけ。4382円。はい、5942円。はい、僕の購入金額は引っ越し、引っ越し祝い、引っ越し祝い、4248円です。うわー、最悪。ちょっと待って。うわ、変なもん買ってもうたー。ここから涙出そう。嬉しい。俺はほんまにもう生活用品やな。ペットボトルちゃうわ。いやトイレットペーパーとかティッシュとか。そう、なんか俺さ、うん、パーって歩いとってんやん、うん、リクだったら多分すれ違ってない。ってない、俺も会わへんかったんや、うん、ほんで、うん、パーってキャラとすれ違ったらめっちゃカーテンがこうやってやってるから。でかいカーテン。こいつ音になったらこんなんやねんって思ってた。僕はヘッドホンですね。うわお前ちゃんとやん。なんでお前がヘッドホン買ったん。じゃあほんまや、欲しいとは思ってたよ。あ、そうなんや。そう、でもまあなかなかなとは思ってねんけど、うん、まあいい機会やし、うん、これ取れたらマジ嬉しいわと思ってた。うん、うわー、これ響くぞー。あのダンボール何やったん。あ、ダンボールから言うか、ダンボールはほんまに端数で、うん、あ、合わせたようだ。合わせたようで、これあの、リクに、あの、新居祝いや。あ、そうなんや。なんか、ありがとう。もう OK やん。ネスカフェのコーヒーや。そう。筋トレしてるみたいやから、なんかいいねんな。筋トレ。あ、いい、コーヒーはいいよ。そうなんや。脂肪燃焼効果がありますから。これ、ありがとう。端数な。うん、これ端数。これあの、うん、電動のヒゲ剃り。うわ、いいな。ほんまこういう機会じゃないと買えない。いや、そうやな。ほんまそういう買い物やなって思って。うん。まあまあまあ、まあ。いや、ちょっとこれ俺下に叩きつけて保証書持ってるから。やっぱいいです。絶対俺もしようかな。マジで。これガチで嬉しいわ。これ。やろうな。リクさん。初めて買ったけど。やめろ。やめろお前。いや、ガチで嬉しいわ。でもくそー、まあ通過儀が本命かな。そうやね、次やな。うん、欲しいものはあんの。ジャケットとかさ、それによっても多分全然額変わってくるやん。俺はスウェット欲しいな、上トレーナーみたいな。そうそうそう、そう。あー、なるほどな。うん、うん、まあもっと言ったらズボンも欲しいな。はいはいはい、うん、下も、うん、あつよ。俺なんやろな、俺なんかめっちゃ目立つ、なんかジャケットとかあったら買おうかな。ピコ太郎みたいな。ピコ太郎みたいな。じゃあ最低ラインを5000円にします。はい、うん、そうしよう。やったらまあ古着屋やったらまあ別にいいんじゃ、うん、うん、っていうことで、じゃあ5000円でやっていきましょう。よっしゃー、いきますよ。せーの、チョリチョリ。東海とかすごいと思うな。 あれはもうだからベストやな。ちゃんとめっちゃ全員外車乗って、うん、芝生だけ軽トラ乗ってたよ。軽トラちゃん。そう、めっちゃ変な軽トラな。エブリーを真っ黄色にしてきたな。ごめんごめん、まだいけるかな。ほんまにほんまに、これはほんまに。だから、うん、いかれへん、今のは。今の行かれへん、うん、これ映ってたやろ。もうこの辺やって。あ、マジか、ごめんごめん。気持ち悪いや、見てて視聴者ます。ただやさ、気持ち悪い。行き過ぎや。行き過ぎやろ。な、嫁に言われへんの、たまに。なんて、え、気持ち悪いって。そう、たまに、ちょっと毎日は言われへんやろうけど、さすがに。言われへん。シャナってコントンさんに似てるんかな。
いやもうそれはなんかずっと噂は立ってるような立ってるよ巷では、うん、昨日ストーリー上げてるけどさ、うん、チャラかと思ったって2000件ぐらい来てるめっちゃ来てるやんお前のフォロワーすげえそのフォローしてくださいね皆さんほんまに、ね、あかん画像も投稿しなあかんないやほんまになんでやれへんのやと思う俺写真ないからやと思っていや俺もそれあーなんかもう俺はインスタグラム伸ばしたいなと思っててうん普通の写真じゃこれあかんわと思ってんねんけど俺今はいはいはいこう普通にみんなにあ今写真撮ってやってって撮ってもらう写真じゃもう俺伸びひんと思ってそうその玉袋ティーみたいな感じでさああそんなんするかなんかビールでそうなんかそれぐらいのブランディングというかうんことしなあかんねやろなと思ってさはいはいはいそうそう忙しくなり難しすぎるわどうしたらいいんやろなトンネルトンネル気にしやんねんガサツやわなんかの動画で言われてたトンネルでも話し続けててさ、うん、そこ普通に使ってたやん、うんクリスが誰かが、うん、なんかそれめっちゃ服着たろっぽいわって言われて、うん、なんか納得できたわなあそれはあかんのになそういうのあかんのになあそういうのあかんのになうんむっちゃ買ったこ買ってるとこ見てことないわいや今日の俺マジすごいいやいやお前いつもあれやんあなかったわって言うやん ないからなうわ家の200万円取ってきてるあかんやんその金はいや自分の自分のあんねんお前なりきんやんけもうおいどっから出てんねん今のツッコミお前あれみたいやったらあれ金属バットもうなりきやんけどなお前友達友達な最近流行ってんの俺の中であそうなうんあのツッコミじゃあちょっと買っていきたいと思いますせーのじゃあねはいということで買い物1店舗目終了したんですけどもはいちょっと僕とチャラさんが全然5000円に満たなかったので満たなかったっすね全然え買ったのは買ったん買いました僕も行ってそうなんやそうなんです初はもう買ってたと俺買いましたねもう全部 OK まあああなるほどちなみに買ったやつは何買ったんですかあもう言っていいよ全然いいよそれはニューエラのカバンっすねええーリュックええーでかいやつやでかいやつなんでいや俺ねあのカバンないわと思ってでかいおおやっぱり確かに撮影とかさいろいろ荷物増えるやん衣装がすごいパンパンやったやんだからちょっとゆとりあるやつをはいはいはいちょっとでかいの買いましたニューエラか全然分からへんもんないやもう大体もう分かったよせやんセカンドストリート2店舗目さあ買うぞよしはい、ということで、2店舗目到着いたしました。はい。セカンドストーリーです。よいしょー。ちょっと、行ってきます。はい。せーの、チョリチョリ。はい、帰ってきましたー。よいしょー。ということで、はい。アツヤは買い物はしたんですか俺はね、してません。なるほど。はい。そのままキープで。うん。僕からいいですかいいよ。まあ、お気づきの通り、こちらの、セーフティーメガネですね。インセクター派がじゃないそれ。ちゃうちゃうちゃう。ちゃうんやん。こっから、花粉とかを、寄せ付けないという。なんか、マーベルの作品出てた。出てないよ。あいつや。めっちゃ早いやつ。シャーンってなるんじゃない出てないちゃうちゃうちゃう。これつけてたら、なんか、アツヤが、俺の車の鍵貸してるっつって。そのメガネ、なんかキモいで全然あかんねんいや、変やでなんかすっごいなんかこう、わかるうんなんか締め付けられすぎてなんか目もちょっと変やねわかる目もなお前、ギュッてやってるほら、アホメガネつけてるみたいなドンキのそれ一点とこのリュックはいで先ほど買ったロンティは外しましたはいはいはいえめっちゃマネするやんしてないまたかよ知ってないなんでリュックを選んだいや俺ショルダーバッグしか持ってないね今確かにんでその俺買い物行くやん
でも全部ここに乗ってくんね、うん、買ったやつが、うん、重さが何でするやん。いやちょ 俺リュック買ったって言ってんのに。ちょっと待って。何？いやお前買い物バーって見てる時ショルダーバッグ見てたやんけ。もう一緒やんけ。お前ら、いやじゃあ何しようとしてるやん。いやいやお前やお前や今回の。いやいやいや、じゃあ面白メガネとリュック、面白メガネとリュック2点で勝負します。なるほど。これは僕はうわ買ってるやんお前。これにしました。ずっと見てたやつ。せやねん、ちょっとグリーンじゃないねんけど、うん、グリーンよ。まあ青っぽい。せやねん、俺もこの1点でいきます。さっきのはなし。これ1点、1点でいきます。なるほど、そんな結構5000円超えてくんだよ。それでまあうわー、これじゃあ誰から発表しますか。どうしようか。じゃあ俺がいきますわ。はい、僕が購入した金額は7590円です。来い。はい、なるほど。これ1点で7590円。うーん、なんかディッキーズとどっかのコラボしてて、多分それで。あ、そうなんだ。まあ俺はこのニューエラのリュックね。はいはい、これです。でかいなほんまに、うん、いきますよ値段。はい、7590円。僕も7590円です。僕も7590円。すげえ。1位来たら俺らも当たった。よしよし。あ、俺か。うん。もうアホメガネつけんなって。アホなってるやん。じゃあいきます。はい、はい、僕が買った合計金額は、はい、6190円です。うわー、よっしゃー、よっしゃー。マジかー、よっしゃー。だいぶチキったなぁ。はぁ、言うとけ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 。ありがとうございます。ということで、二人は自腹でございます。レシート出せ、レシート、レシート。お疲れ様でした。はい、ということで、ね、面白いと思ったらぜひともチャンネル登録の方とね、もうこれ高評価、ほんまに高評価の方をね、はい、ギュッと強めに押していただければ幸いでございます。お願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。どうもクレイジーマグネット。いやあ、違うよ。何してんの。違うよ。何してんの。え、何。ダメダメ。あ、クレマグです。おはようございます。おはようございます。さん、はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。エアです。アサミメです。